Welcome to 京都 Welcome to 夢八幡 TV、本日も歴史について語っていきたいと思います。2日間お休みしてしまいました。体調を崩したようです。また頑張って発信してまいりますので、よろしくお願いいたします。本日は、平清盛、平家ゆかりの六波羅蜜寺から、平清盛の終焉の地の八丈河原町ですねまで散策しましたので、それについて述べていきたいと思いますが、平清盛というのは、平清盛といいますか、平家というのは、源平の戦いまで非常に突然出てきましてですね、大きな勢力を清盛の時に持ったんですが、その後は、鎌倉になってからでもですね、北条氏が出てきますけれども、北条氏は兵士ですが、兵士兵士とは言いませんわね、非常に難解です。まずそれでですね、平清盛から、話していきますと、1118年に伊勢平氏の棟梁の忠盛の子として生まれたと。で、平家物語なんかでは、白河上皇の御落胤説であるとか、その妃でなかったでしょうが、その一人ですね、祇園女房のとの関係で忠盛から生まれた子であるとか、いろいろ言われてるらしいですが、非常に天皇家とに近づいていたということです。で、源の為吉や為朝、鎮西八郎為朝のところで申しましたですけれども、保元平治の乱で後白河院について、権力を拡大していきます。で、三十三間堂ですね、蓮華王院というのが、本来の名前ですけれども、それを創建したのも清盛であって、それを後白河院にのために作ったということです。後白河上皇の御捧げですね、御陵は、三十三間堂の横にあります。また散策の機会があったら行きたいと思います。そして、伊豆郡島神社ですね、これ平家の無神神様みたいなところですけれども、そこを海に向かって造営したということです。それで、厳島神社というのは佐伯氏、佐伯景弘というんですかね、との関係でそういうふうにしたということで、修験佐伯氏というのは空海の時に一度申しましたけれども、空海の正式なと言いますが、本名は佐伯真央でして、佐伯氏というのは修験であります、修験の流れでありますんで、そこを押さえておきたいと思います。それで、兵士という兵士と言いますか、日宋貿易でこの清盛親子なんかは力を拡大して、最終的には神戸ですね、福原に遷都までしてますね。それで、瀬戸内海を中心に力を持ったということです。で、本日、六波羅に参りましたけれども、やはりあの辺りが平家の屋敷があったところのようです。非常に、寂しいところですね。曹操の場です。すぐそこには六道の辻のがありまして、お盆の時に京都の人たちは行くところです。あまりいいところではないんですけれども、伊勢平氏ですから、
東海道から抜けてくるときにそこに近いからというような下りがありますかどうか分かりませんが、そこに陣取っていたということですね。で、桓武平氏と言いまして、桓武天皇から分かれたのが平氏です。で、源氏というのは、六尊の神社の宮司さんが説明されてましたように、佐賀の源氏からずっとありまして、清和源氏が武家になっていったんだというふうになっておりますが、桓武平氏というのは、その流れで坂東平氏と大きく分けましてですね、伊勢平氏と2つに分かれていきます。で、坂東平氏というのが北条氏であったり、正門ですねなんかが坂東平氏になると思うんですが、どう見てもこれ伊勢平氏とちょっと別なようですし、あんまり仲がいいような感じがしません。で、前々から兵士というのはペルシャ流れという説が あります。それはどういう流れなのかということで、海の、これがペルシャの地図なんですけれども、海のルートで日本にたどり着いたのか、そこからシルクロードを通って朝鮮半島を経由して流れ着いてきたのかということです。なぜかと言いましたら、桓武天皇のお母さんというのは弘仁天皇のお妃ではないんですけどね、百済の宗恩の流れであるということで、百済王女と密接に関わりがあるようです。で、弘仁天皇から天智天皇の流れになっていきますんで、天武天皇どうなってるのかというのももっと考えていかなければいけないと思っております。で、ペルシャというのをペルシャの歴史をたどってみますと、これペルシャですね、今のイランです。イランがあってイラクがあって、で中東というかイスラエルがあってヨルダンとかいろいろあるわけですね。で、BC の550年に、まずアケメネス朝ペルシャというのができてきます。それで、新バビロニア帝国を紀元前538年ですかね、これ滅ぼしまして、一大勢力となると。で、祭司を司る主というのがペルセポリスと言いまして、政治の主とはスサと言います。これがスサの王であるという説です。スサの王というのはここの名前から来ているという説が非常にありまして、私もそうであろうなというふうに思っております。で、このアケメネス朝の時にはゾロアスター教というのは国教ではないんですが、多く信じられてた宗教で、これが不動明王とかですね、火を焚いたりする。もちろんそれ、戻しますと586年ですか、イスラエルの南王朝がバビロン報酬されますんで、それで、イラン、バビロンに行ってまして、で、その後解放されます。 BC の538年ですか、40年ほど経って解放されるんですが、その時に、ユダヤ人たちもゾロアスタ教の影響を受けたのがあると思いまして、ユダヤ人もこのアケメネス朝ペルシャにいたということですね。南王朝ですね。その前に北王朝は
散らされてますからね。722年にもうすでに滅亡して東に向かっております。これで、前にも申しましたけれども、ここで解放されて戻った人たちと戻らずに、東を目指した人たちがおるということで、それをミズホラのユダヤ人というんですかね、ミズホの国というのはそこから来てるみたいです。日本のですね、そういうことがあるということです。それでその後マケドニアが出てきて、アレクサンダー大王ですね、なんかが支配されて、セルコス朝シリアですかね、それに支配され、その後ササン朝ペルシャになると。そこでドラスター教が国教になるんだが、紀元後ですね、紀元後216年あたりはマニ教になるも出てきます。これはユダヤ教やキリスト教や仏教を混同したような宗教のようで、これも大きな色を残して日本に来ていると思います。それでこのいつの時に来たのが平家かというのは非常に判断は困りますけれども、このアケメネス朝の時に、東に行ってとどまって、中国で中原でですね、神を建てて、その一族が山東半島から流れ着いたのが諸延の一族です。これがユダヤ系でしょうということで、それと紀元前722年に散らされて、ずっと中原でですね、待って、ユンズキの 国ですね、西の秦の小さかった、それを北を通って、最終的に シイラですね、でまったり、カヤでまったり、一部クダラ、百ジェもあったかもしれないですけども、それで流れてきたのがハタシであると。これはユダヤ系でしょうけれども、伊勢の兵士というのはどうなんだろうかということで、桓武天皇のお母さんが高野の新潟で高野というのはこの時一代でもらった名前らしくって、その前はその大和というんですかね、和と書いていう名前だったようです。ですから百済系であるということですね。もちろんユダヤの流れもあったんでしょうけれども、藤原の鎌谷の段で申しましたけれども、百済の王の王子が継いできたのが藤原を乗っ取ったのが鎌谷じゃないのかと。同じように兵士というのはそういうペルシャな流れが強くて、どう言うたらいいんですかね、皇室のお妃を送り込んで同じような動きをしたんじゃないでしょうか。要するに藤原氏ですね、摂関家に変わろうとしたのが清盛でなかったのかと思っております。それでですね、天皇家っていうのは、今の天皇家はユダヤのレビ族です。これは間違いないと思いますんで、で本日、平清盛の終焉の地に行ってまいりましたけれども、それはどこにあるのかと言いましたら、アンタッチャブルなんですが、被差別部落のど真ん中にあります。水任地区と言いまして、
日本一の被差別部落、広大な被差別部落だと言われております。で、ヤダガラスにも聞いたことがありますけれども、その簡単に結婚できないようにして抗議だというのはしたいという KK さんのような人がおりますわね。 それとは別にもうしただと言ったらしたくなくなるので血を守るためだということでこれを作ったようです。推認事項は分かりませんけれども、また一度行っていきたいと思いますが、痩せの王子ですね。痩せというのは特別被差別部落になっております。天武天皇がこう逃げる際もそこを経由して行っております。で、そこ天皇が亡くなった時に腰を担ぐ一族です。これがなんでこれ差別されながらいかんのだということがで分かるように、それ血を守るためです。ですから決して、そう賄賂いい意味で言ってるんじゃないんですけども、日本の歴史というのはそういうことを紐解かないと分からないということです。で、京都の平家の邸宅の跡に その地域が設定されております。もともと三条、今三条京阪ですね。三条京阪の横もあれも被差別部落、それで六条から八条ぐらいまでもそうです。で、今もそういう同割県とかありますけれども、それと在日の方のその部落と絡まして危険というそうです。企業の木に、県は何ですかね、そういう例えばガードマンなんかするその権利ですね、それで、収入を得てるんじゃないんでしょうかね。それは、ヤタガラスが申しておりました。まあ、ある意味利権ですから汚いやり方ですけれども、そうして自分たちはヒットマンに食べさせたり大きな力を持って突然表に出てくるんだと思っております。これが日本のですから、日本の何度も申してますが、その今ユダヤ言うてる闇の組織と力と知恵比べであると私は思っております。決してやわな国ではありません。それで三冠征伐という、なんかがありましたけれども、茅を含めて朝鮮半島というのが大きな関わりがあったと思われますし、それとの流れが清盛というか平家であったのかもしれませんし、日宋貿易というのはそのシルクロード通ってきた時につながった、利権であったのかもしれません。それと船を航海する技術を持ち合わせていたのかもと思われます。それは間違いないでしょうね。ユダヤでしたら何族なのかになるのかというのもわからないですけれど、犬飼いとか言うたらもうベンジャミンだろうなというのわかりますが、清盛の御紋は蝶々のマークです。これはどうなっているのかということも調べていかなければわかりませんし、平家の落ち度というのは全国に散らばっているそうですけれども、私が知るに限っては四国とか壇ノ浦で敗れてからですね、四国には安徳天皇が生きててそこ、いたというところがあります。いやって言うんですけど、そうやって書いていやなんですけどね。これははっきり言ってユダヤ流れの天皇家が出たところですが、
それを知っていたのかということもまだまだ解明していかなければいけないと思っております。非常に難解です。日本は単一国家ではありません。いろんな国と地が重なり合って、その中で権力といいますか上の方の支配層にはユダヤ系がほとんどであって、それを大和民族というのであって、大体 40% ぐらいだそうです。でここからずっと流れて、チベットも 40% ぐらいそういう地が入っているようです。これを今日は平清盛について、この辺で語りを終えたく思っております。明日はまた難しいですね。その朝鮮半島の部族なんかを考えると、どこまで正しい記録が残ってるのか分かりませんので、聞き伝えしていかなければなりませんのですけれども、一度明日また散策して新たに解説していきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。